等だな、うん、未踏だ。写真より良くない、うん、ねえ、温泉旅行なんて本当久しぶり、うん、ねえ、連れてきてくれてありがとうお父さん。いやいや、たまにはみんなでのんびりしたくてな。なあ、たかしくん、どんどん上かな。ねえ、たかしくん、すごい溜めてきたろうな。義理の父に温泉に連れてきてもらったけど、どこにする？いやでもちょっと、もうせっかくだからね。お父さん、話って何ですか？あ、担当局に聞くけど、妊活の方はどうなってるんだ？え、あ、いや、なかなか。そうか、じゃあな、今度の温泉旅行はほら違う場所ですると妊娠もしやすくなるっていうからな。たかしくんにはだな、今度の温泉旅行までずっと禁欲してもらってだな。え、あ、うん、よし、決まりだ、それで行こうな、決定。あ、わかりました。しっかり頼むぞ。どうだ、たかしくん、お客さんが入り口上らしいぞ、行こう。行こう行こう。たかしくんも仕事忙しそうだったし、けどゆっくりできていいだろう。最近ずっと忙しくて、お家帰ってもご飯食べて寝るだけだったもんね。そうか、それはいいかな、うん、けど旅行中はゆっくりできるな。あ、お茶飲む？ありがとうございます。いや、なんでもない。でも、いい旅館だな。ねえ、ほんと素敵。料理もうまいらしいぞ。知ってる、だってご飯見て決めたもん。あ、そうか。そうだよ。知ってるか。ほんと、お風呂の写真とか見なかった、うん、久しぶりにゆっくりできるわね。あ、そうだな。うん、なに、どうしたの？あ、ごめん、いきなりでびっくりしたよ。いや、最近してなかったからさ。そうなの？ああ、ごめん。ごめん、生理来ちゃって。え、生理？うん、ごめんね。ああ、そっか。あ、まだご飯まで時間あるし、温泉入ってきたら。ああ、そうだ。ああ、そうするよ。だった？え、ああ、すごく良かった。そうなんだ。うん。生理は大丈夫？うん、大丈夫。気持ちよかった。お母さん、お父さんは？お父さん、なんかお散歩行っちゃったんだよ。りょうこはお風呂入ってこないの？あ、私はちょっと女の子の日になっちゃって。そうなの。今誰もいないから今のうち入ってきちゃえば、お腹温まるよ。そうね、うん、行ってくるね。行ってらっしゃい。高井さん、いつも良子ありがとう。ああ、いえ、あの子我が強いとこあるから大変でしょ。え、いや、そんなことはないですよ。何かあったらすぐ私に言ってね。あ、はい。お茶入れるね。
か。うまい、食べてみ。美味しそう、うん、あ、エビ好きだったな、やろうか、うん、あ、じゃあ、あと酒もうまいな、うん、あ、そうだ、飯終わったら風呂また行くだろ。うん、そうね。うん、たかし君はどうすんだ。あ、僕はもういいです。なんだ、せっかく温泉来たのに。はい、うん、もったいない。お刺身も美味しそう。うん、うん、美味しい。うん、お腹いっぱい。どうしたの。え、ああ、いや、なんでもない。もう一回お風呂入ってくるね。うん、うん、分かった。お父さん、お母さん、おめでとう。いやなんか恥ずかしいな、この年で2人目とかね。そんなことないわよね、あなた。ああ、そうだな。どこでさ、妹と弟とどっちがあったの。妻には口が裂けても言えない。お母さんをはらませてしまったなんて。